100年戦争の犠牲者たちのために建てられた慰霊碑だね。確か今日はここで慰霊祭も行われるはずだけど。いかにも憎しみや悲しみが蓄積しやすそうな場所ですね。すごい数のラルバ。これは放っておけないわ。一周してやろうぜ。これで終わらせる。手ごわい相手だったな。最後の一撃決めるぞ。終わったのかしら。さすがに数が多かったね。は、手こずらせやがって。どうした？あ、いえ、大丈夫です。ただこの場所、他と比べてなんだかすごく嫌な感じがします。皆さん気をつけてください。来やがったか。グリムワルドの夜。でもこれはいつもと。あれはバルドゥーク監獄。あんなに綺麗だったかな。ええ、それにあの旗は旧グリア王国の国旗だ。監獄にはロムンの国旗が掲げられていたはずだけど。あれは百年戦争時代のバルドゥーク要塞だな。ロスビータ。だけどそれは間違いない。だがこれだけのものとなるとすぐに現実に侵食を始めるぞ。そんなロスビータ、皆さん、いつの間に。確かにこりゃいつも以上だな。完全に囲まれてます。ここはとりあえず要塞に駆け込むってのはどう？罠の可能性って考えてる？いや、確かに妙な雰囲気は感じるが、調べてみた方がいいだろう。アドル、魔物たちを蹴散らしつつそのまま要塞へ向かうぞ。さすがです。かなりの強敵と判断。お前ら待ってろよ。まだまだ。
どうにか切り抜けられたね。ほらシャキッと仕上がれ。ここからが本番だぜ。立ち止まっていては囲まれる。進むぞそなたたち。したもんだね。手ごわい相手だったな。この力で今こそ。支えてみせます。そなたたちも本当に頼もしくなったものだ。いろいろなことがあって皆さんと乗り越えてきましたから。かつての私たちであれば考えもつかないことです。チャージ完了だ。これで終わらせる。チャージ完了。燃え尽きろ。この程度だよ。助力が必要か。手ごわい相手だったな。ここは任せてくれ。要塞はすぐそこだ。みんな大丈夫？あとちょっと頑張るわよ。このまま突入するぞ。行くぞ。
何かあるぞ。錬金術で作られた傀儡、自我があるわけではなさそうだ。おそらくお父様が作ったものです。私のトップは同僚ですが。とっとと蹴散らそう。何かあるぞ。行け。クリムゾンライン。ほら、ギターベー！
逃がすかよ。そうだよ。受圧だ。あるみたいですね。どうだ。何かあるぞ。どうだ。どうだ。どうだ。任せろ。何かあるみたいですね。行きます。レグルスレイザー。ちびねこ、何かあるぞ。レグルスレイザー。クルサドカーレイド。珍しいんじゃねえか。何かあるみたいですね。ようやくだ。なんか任せろ。そこだ。そこです。さあ
お楽しみに逃がすか。引き止めろ。行くぞ。それが何かあるぞ。よよ宝箱だ。はっ、何かあるみたいですね。はっ、あ、さあ殴れ。
ここで一息つこうか。ああ、この仕掛け動いてねえのか。周囲に大きな扉があるようですね。そちらも調べてみましょう。あ、宝箱です。はっはっ、クリムゾーンライン、いけ、クリムゾーンライン、せいせい。何かあるぞ。ここは任せてくれ。とどめだ、燃え尽きろ。何かあるみたいですね。何かあるぞ。ここは任せてくれ。吹き飛べ、崩れたな。宝箱だ。いいものなのか。最後の一撃決めるぞ。何かあるぞ。
ているんですか。ふーん、こうきたか。やれ、行くぞ。何かあるぞ。それ宝箱だ。逃がすかよ。何かあるぞ。それそれ、あやー、ヤグルスインパクトです。たーやっやっ、それはっ、何かあるぞ。任せな、行くぞ。
ここは任せてくれ。やっ！任せな！交代だ！何かあるみたいですね。何かあるぞ。崩したぞ。譲ってやるぜ。赤の王よく見てみろよ。何かあるぞ。邪魔だ。邪魔だ。チャージ完了だ。大したもんだね。チャージ完了だ。なんとか倒せたか。何か？しないな。
この程度かよ。何かあるぞ。逃げるか。
行け、行け、おい、行け、任せな、逃がすかよ、逃がすかよ、逃がすかよ、大したもんだね。何かある。ほら、まだ倒れるんじゃねえ。避けに行くかよ。クライア、こいつで最後だ。消し止めだ。くぐれたな。ほら、大したもんだね。
アドルさん。その相談というのは妹にはまだ話してないことなんです。アドルさん、アーチには内緒にしておいてくださいね。さっきベルラン親方が帰り際に言ってくれたんです。もしやる気があるなら父さんのように職人街の工房で働いてみないかって。将来は自分の工房を持ちたいっていう僕の夢も尊重してくれていて、僕が独立にこぎつけるまで腕を磨かせてくれるそうなんですありがたいお話ですよね。でもそれは僕の都合です。改めて考えると今まで妹は僕につきっきりで、妹にも夢があるなら巻き込めないなと思ってるんです。それは、そうですか。
父さんがいた頃はこんな大事なことを自分たちで決めることはなかったからな。今の僕ってなんだかカッコ悪いですね。やっぱりアーチに素直に話をしてみようかな。ああ、お兄ちゃんってばこんなところにいたんだ。お邪魔します、アドルさん、テイトさん。アーチに、アネモナさん、一体どうしたんですか。私の記憶が戻ったことで一つ気づいたことがあるのです。それをアーチさんにお話ししたら、早くあなたにお伝えしたいと。うん、あのね、お兄ちゃんって実は錬金術師なんだって。ええー、錬金術師って話に聞いたゾラとかいう人と同じ？どういうこと？テイトさん一族の鍛冶技術はどうやら錬金術の流れを汲むようです。人体や魂を扱うお父様とは違い、金属の扱いに特化した一派のようですね。500年前、そういう錬金術師がいるとお父様がおっしゃっていました。鍛冶をするときに変わった素材を扱っていませんか。その土もおそらく何かしら術が施されているはずです。あ、確かに他の職人とは違う素材を扱っています。硫黄とか辰砂とか。考えてみれば確かにそうかも。お父さんとお兄ちゃんが普通じゃなかったのね。もっと早く言ってくれよ。百年戦争時代の話ですから、ご存知ないのも無理はないかと。いつしか純粋に鍛冶の技術として継承されるようになったのでしょう。なるほどな。作ったものに不思議なことが起きるのはそういう理由だったのか。ありがとうございます。長年の悩みがすっきりしました。でもこの技術、今後は気をつけて使わないとな。っていうかお兄ちゃん、さっきはアドルさんと二人で何話してたの？なんか深刻そうな雰囲気だったけど。ああ、そうだった。実はアーチに相談があるんだ。そのベルラン親方から職人街の工房に誘われてね。ただアーチにはその一緒には、アーチ、何を悩んでるのかと思えば、まあそんなの一緒に行くに決まってるでしょ。頼りないお兄ちゃんを放っておけるわけないじゃない。でもそれじゃあ、お兄ちゃんの夢は私の夢でもあるんだよ。私はお兄ちゃんの工房で働いてイケメンの旦那さんを見つける予定だから。だからもっと自信持ってよね。一緒に夢を叶えようよ。アーチェ、うん、ありがとう。まあイケメンのお客さんが来るとは限らないと思うけどな。何よ、夢見たっていいでしょ。はい、もう覚悟は決めました。僕、親方の誘いを受けてみようと思います。そして父さんを目指して腕を磨いて、いつか自分の工房を持ってみせます。相談に乗ってくれてありがとうございました、アドルさん。詳しいことはよくわかりませんが、私もテイトさんを応援しています。はい、何でも申し付けてくださいね。じゃーん、完成です。こんないいものいいんですか。どうだ、なかなかいいじゃないか。自信作ですよ。じゃーん、完成です。大切に使わせていただきます。どうだ、自信作ですよ。ありがとう。
どうだ、うん、自信作ですよ。ちゃんと使えそうだよ。じゃーん、完成です。うん、ぴったりだ。もういいんです、いつでもお待ちしてます。ふむ、よかろう。こいつじゃな。モテ、まだ何、バイビー。はい、今日もガンガン働きますよ。じゃーん、完成です。いいですか。どうだ、なかなかいいじゃん。自信作ですよ。じゃーん、大切に使わせてもらうよ。どうだ、自信作ですよ。すっごい、じゃーん、完成です。ありがとうございます。他にも要件があれば言ってくださいね。今日もガンガン、他にもいつでもお待ちしてます。